ミュージカル生きるに出演します香川武史です。よろしくお願いします。なるべく寝るようにしてるんですけれども、朝起きて一番するのは、あ、今日もちゃんと目が覚めたと思うことですね。それから歯磨き、顔洗いということで、子供の時のね、得意科目は結構そう算数とかが好きでしたね。音楽も好きでしたけれども、体操も好きでした。国語はどっちかとあんまり得意ではなかったような気がします。東京でそうですね、一番好きな場所、どうでしょう、自分の家ですかね。早起きか夜更かしか、どっちかと夜更かしですね。夜どうしても映画見たりとか、しますので、早起きではないですね。でも最近、年のせいもあるでしょうけど、7時8時には目が覚めてしまいますね。健康のためにはですね、今結構仕事も自粛ということがありまして、自分の部屋で、スクワットをしたり、腕立てをしたりですね、深呼吸をしたり、なるべくそういうことに心がけています。信じているジンクス、ジンクスというのは特にないです。小さい頃の夢はですね、僕小学校の6年生の時に卒業文集に将来の夢っていうのを書いてるんですけども、声楽家になって世界一周旅行をしたいって書いてるんですね。何を考えてるんでしょうかね今一番欲しいもの、こういうご時世ですので、なるべくやっぱり人と人との接触といいますか、そういうものが、少なくなっている時代なんですけれども、なるべく早い時期にやっぱ人と会うという、そういうことが、今一番欲しいといいますか願いですね。本を読むというのは、台本を読むというのが一番多いんですけれども、時間があるとやっぱりどっちかというと映画を見てる時間の方が多いです。旅行ですね、今GoTo トラベルとかいろんなことがね言われてますけれども、今どこに旅行したいと聞かれても答えるわけにはいきませんね。なかなか難しい質問ですね。お弁当をね、例えば撮影の間とか舞台の間とかいただくんですけれども、そうですね、鮭の焼いたのとか入ってると嬉しいですね。奇跡を信じるか、そうですね、舞台なんかで今日はいいなと思ったのは時は、努力というよりも奇跡に近い、自分とお客様との一体化であるとか、なんかそういう時が今日は奇跡だなと思ったりはしますね。どうも、これで終わりです。さよなら、ありがとうございました。